アンニョンハセヨ、ニーハオ、グーテンタク、オラ。皆さんこんにちは。ドラゴンボール Z 特艦バトル海外版プロデューサーのことです。現在開催中の目指せてっぺん特艦キャンペーンは楽しんでいただけておりますでしょうか。キャンペーンで新登場した孫悟空に合わせた新機能スタンバイスキルの実装についてはユーザーの皆さんも驚かれたのではないでしょうか。今回のプロデューサーレターではこちらのスタンバイスキルについてのご説明と今後のキャンペーン情報を一足早くお伝えできればと思います。ぜひ最後までご覧ください。早速今回のキャンペーンで新実装されたスタンバイスキルについてまだ使ったことのない方のために軽く説明させていただきますね。スタンバイスキルとはアクティブスキルのように特定のキャラクターのみ所持している特殊なスキルで発動条件を満たすことでバトル中に任意に使用することができます。発動条件や発動効果はスキルごとに異なりますがスタンバイスキルのその名の通り敵からの攻撃を耐え忍んだりして反撃するための準備をしているシーンをイメージした機能になっています。今回の孫悟空では原作アニメでマジュニアからの攻撃を武空術で逃れ反撃するシーンがスタンバイスキルで再現されています。このスタンバイスキルですが皆さんもう少し先の実装になると予想していらっしゃったのではないでしょうか。実は海外版ユーザーの皆さんにもできるだけ早くこの新機能を楽しんでいただきたく予定より早めに実装させていただきました。そして8周年キャンペーンでもスタンバイスキルを持ったキャラクターが登場しますのでぜひこのタイミングでスタンバイスキルを使いこなして8周年キャンペーンのイベントに備えてくださいね。さてここからは今後のキャンペーン情報についてお伝えします。先ほどお話しさせていただいた通りもうすぐ8周年がやってきます。そこで今日は特別に8周年の新キャラクターのイラストを先行公開します。8周年の目玉キャラクターまず1体目はこちら、ドラゴンボール Z からスーパーサイヤ人3孫悟空&スーパーサイヤ人2ベジータ。2体目はこちら、ドラゴンボール GT から孫悟空 GT& スーパーサイヤ人4ベジータです。スーパーサイヤ人3孫悟空&スーパーサイヤ人2ベジータは魔人ブーとの戦いを、孫悟空 GT& スーパーサイヤ人4ベジータはスーパーイーシンロンとの戦いを、いずれのキャラクターも各エピソードの最終決戦をモチーフとしたイラストとなっております。気になる演出や性能は後日公開を予定しておりますので皆さん楽しみにお待ちください。こちらのキャラクターが登場する8周年キャンペーンは例年通り7月からの開始を予定しております。7月までの間は8周年の準備ができる施策をたくさん用意しておりますのでそちらの紹介もさせていただきますね。5月22日からは8周年カウントダウン成長ダッシュ特別ミッションが始まります。こちらは秘宝成長メダルが集められる習字のミッションとなっております。秘宝成長メダルは交換所で龍石や老海王神と交換でき、期間中のミッションを全部クリアすると最大龍石60個と交換できますよ。そして6月からは本格的に8周年のカウントダウンが開始します。6月1日から開始する8周年究極カウントダウンミッションでは8周年キャンペーンで開催される8周年記念チケットガシャに使える8周年記念ガシャチケットは最大80枚入手できますよ。その他にもたくさんの施策を用意しております。詳細は随時アプリ内でお知らせいたしますので忘れずチェックしてくださいね。今回の動画はこちらで以上となります。いかがでしたでしょうか。8周年まであと1ヶ月と少し、周年をより楽しむための準備を進めておいてください。特艦バトルの最新情報は公式 Facebook、Twitter、Instagram で随時配信中ですのでフォローをお忘れなく。それでは次回の動画でまた会いましょう。バイバーイ。